こんばんは、レトQです。以前鹿島アントラーズ所属の選手だけを獲得できる縛りをやって1年で終わったのですが、その縛りを少しなるくしてまたやってみます。前回の鹿島縛りとの違いは、基本はアントラーズ所属の選手を獲得する。元アントラーズ所属は5人まで獲得可能、レト Q 枠として2人まで好きな選手獲得か、エディット選手のも起用や獲得も OK。 さすがにアントラーズ所属の獲得だけですと行き詰まったりに詰まるので、今回はサカツク04アントラーズ寄せというテーマです。今回もよろしくお願いします。秘書はやっぱり中野さんですね。名前はいつも通りレト Q です。アントラーズリスペクトで本拠地は鹿島です。チーム名は鹿島アントラーズに決定しました。リアルだったら似せすぎて怒られますね。ユニフォームもリスペクトし寄せました。監督は小西さんと2年契約しました。そしてアントラーズの初期メンバーです。初期メンバーは契約が切れたら満了にしますが、どうしても残したい選手がいるならばレト Q 枠で2人まで残せます。ライバルチームは龍ヶ崎に本拠地を構え、龍ヶ崎オイリスとなりました。04のライバルは適度なライバルですよね。最初に獲得できる補強選手はボランチのダルド選手を選びました。いつもはエマーリロ選手選びがちです。メインスポンサーはバネの抜群さん、サブスポンサーは成長などを見越して契約し、4億7000万円のスポンサー料となりました。放送はサプライズテレビさんと契約しました。1月はソキャンプに行きます。後でまた言いますが、今作は編集が違って原則1回の回で1年進行していきます。そのため試合はある程度省いていきますね。資金のあるうちにファーストフード店増設、インフォメーションセンターも作りました。キャンプから戻り2月はプレシーズン3試合戦い、ヴィッセルに勝つという仕上がり具合です。アントラーズ初年度の基本スカッドです。初期メンバーが契約切れたら満了にする縛りだと、最初の3年とか運んとか強打重要ですね。開幕戦の相手は最初の壁であるサンダー、サカツクの研修なんですが、細かくやった後1年は結構時間がかかって、半年だと進みが遅い感じありますよね。なのでサクサク目の1年でやってみよう作戦です。そして今作もサンダーに苦戦する展開です。コーナーから中原井選手に決められ2件目、補強縛りは特に序盤がしんどくて、サカツク04は金銭面での苦労が多いです。その苦労してるのが面白さでもありますね。松井選手にも決められ軽やかに3点差、縛りプレーで鍛えた生オフェンス、友田選手が豪快に1点を返す、逆転維持の一発に感情も爆発、さらに終了間際のコーナーキック、栗田選手が頭で決め1点差。サカツクって難しい行事多いですよね。しかし追い上げは届かず、アントラーズ開幕戦は負け。今年は辛抱しながら選手を集める年になりそう。人口が多くない本拠地だと試合での収益が少ないのが辛いところです。4節アルビージャ戦でアントラーズ初勝利です。3月は3勝することができ9位です。しかし4月は1勝することもできず大会に転落。もちろん J リーグカップも1回戦負けでした。5月後半、ついにアントラーズの選手リストアップ。キーパー小沢選手とフォワードの中島選手ですね。19歳と若い中島選手を獲得に行きます。リーグの方は21節コンサドーレに久々の勝利。しかしアントラーズの再開は変わりません。6月になり中島選手との交渉、アントラーズ所属の選手は何人でも取れるので今のとこはかかったら即獲得に行く方針です。一発での合意はならず、2年、年俸2700万円で契約成立。アントラーズからの初の獲得となりました。
若いので使用しながら育てていきますね。成績の方はパッとしないアントラ。リーグ半分を終えてもまだ再開に進んでいます。7月は愛媛にキャンプに行きます。キャンプや留学の縛りもないので育成が大事になりそうなアントラ。8月になり中島選手が合流。今は早熟の選手の方が助かりますね。キャンプと中島選手加入効果が現れ、8月を終えアントラーフは12位に上昇。9月を終えるとアントラーフは11。失点はリーグ最多ですが攻撃はまずまずですね。初年度はとにかく辛抱のアントラー。ライバルのオイリスは3位と好調です。オイリスはパギレラ選手と変えますからね。最終節はオイリス戦。サポーターも盛り上がります。最後が小さい図で終わると妙に躍動感ありますね。昇格はないものの4位と順調なオイリス。来季のために戦うアントラ。激しいタックルで小田選手が負傷。これは怪我耐性シークといった見方。オイリスのキッカーはパギレラ選手。血を這うようなキックを決められオイリス先生。こっちにも良いキッカー欲しいですね。ロングボールで活路を見出したいアントラ。中島選手の抑えたミドルで追いつく。現在も現役すごいですよね。後半もお互い決められず同点のまま終盤に。時間的にここで決めたいカウンター。友田選手がきっちり決め逆転。生え抜きの中でも活躍が目立ってます。ライバルとの最終節を逆転で勝利しました。勝利ボーナス800万円も大事ですからね。アントラーズ初年度の成績は J2 の12位でした。補強を1人しかできず練習施設もそのままなので順当な結果という感じですね。補強があまり進んでないので来季は J2 の上位を目指して戦っていきます。ニューイヤーカップは1回戦からジュビロとの対戦。この坂地区はジュビロ強いイメージがあります。強いチームが数年単位で入れ替わるって世界的にもあまりないですよね。雑談の間に一方的にやられるアントラ。完敗で今年の公式戦を終えました。アントラーズ初年度はなかなか補強が進まず資金もたまらず辛抱の年でした。初期メンバーが10人以上残る来季はとにかくアントラーズ、元アントラーズの選手を獲得していこうと思います。あと2、3年は厳しい時期になると思いますが、本家鹿島と肩を並べられるよう頑張ります。今日も見ていただきありがとうございました。もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。